永原健二様、結婚式で待っています。必ず来てね、直子。健ちゃんのコーヒー飲むの久しぶりだな。子供産みたいから結婚するってのは動機不純だと思わないか？女だからよ。このアルバム見ながら、私はケンちゃんの体をしょっちゅう思い出してたよ。帰るよ。早く抱いて。ケンちゃんの体はたまらないっていつも思ってたけど、やっぱりつくづくそうだと思ったよ。何をためらっているの。作って人に食べさせるのが好きなんだよ。他の人とセックスしても、ケンちゃんとしてる時みたいに燃えたことって今までで一度もないもん。俺、そうなるのが怖かったんだ。私たち一度富士山の火口で心中したんだよ。あの頃のケンちゃんはすごい怖かったよ。平気で嘘ついて私を抱くんだもん。今晩で終わりだな。人生って結構難しいよね。駆け打ちしようか。河口の二人。